やほ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 、皆さん元気ですか？今回は、最新版対応の、プレイヤーアニメーターっていうプラグインの紹介だよ。このプラグイン、ペッコリップの作者様が制作してくれてて、これまたものすごく簡単にアニメーションが設定できます。すごいよね。で、やっぱり制作者様が丁寧に使い方の説明を書いてくれてるので、そっちも見てほしいんだけど、プレイヤーモデルだけ少しわかりにくいから、そこをメインで解説していくよ。それじゃあブロックベンチから、早速行ってみよう。ほいではブロックベンチの画面に来たよ。ペッコリッププラグインが必要だけど、前回入れ方は説明してるから、わかんない人は前回の動画を見てね。まずは新規でペッコリップアニメーションモデルを作ります。名前は、モデルにする必要あるかわかんないけど、なんとなくモデルにしてみた。そしたら、何もない状態で一回保存します。そしたら、制作者様のページにプレイヤーモデルのリンクが貼ってあるので、そこに行きます。これこれ、これですね。これクリックすると、別のページに飛びまして、このモデル .bb モデルっていうのをクリックすると、ここで、ファイルの内容がコピーできます。そしたら、さっき作った空のモデルファイルを、メモ帳とかワードパッドとかで開いて、中身を消して、さっきコピーしたコードに貼り替えます。保存して立ち上げたら、プレイヤーのモデルが出てくるので、これにアニメーションをつけていきます。アニメーションの名前は、小文字なら何でも大丈夫みたい。こんな感じ。そしたら保存して、次は M クリエイターの方の操作をしていくよ。プラグインの入れ方と、API の反映のさせ方は、前回の動画で説明してるから、これもわからない人は、前回の動画を見てね。そしたら、左のファイル構成のところの、アセッツの下のモッド名の下に、プレイヤーアニメーションっていうフォルダを作ります。そんで、その中にさっき作ったアニメーションの JSON ファイルを入れます。右クリック、ショーインエクスプローラーでフォルダが開くから、その中に入れたらいいよ。アニメーションファイルが入ったら、プラスからプロシージャーを作ります。名前を、セットアップアニメーションズにして、作成。ここは、グローバルトリガーを、セットアッププレイヤーアニメーションズにするだけです。保存して、別のプロシージャーを作成します。このプロシージャーでアニメーションをスタートするタイミングを指定するよ。今回は、アイテムを持ったまま右クリックでアニメーションを再生するようにしたので、グローバルトリガーを、アイテムを持って右クリックした時、にします。プレイヤーアニメーターの中から、このプロシージャーブロックを持ってきて、こんな感じでセットします。ここにアニメーションの名前を間違えないように入れてね。セーブしたら完成です。というわけでいかがだったでしょうか。ブロックベンチでモデル作るから、アニメーション作るのがすごく簡単になります。ぜひやってみてね。